はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日から Facebook の友達の千田さんという方が作品ができたので少しアドバイスなど欲しいということでご連絡をいただき聞かせていただきました。第1回目は厳しいところをチェックしてたくさん NG な箇所を言わせていただきました。すると 2,3 日後にアドバイスに基づいてやり直してみましたということでもう一度リベンジをしてくれました。頑張って勉強されてるようでライブなどの経験はとっても豊富な方なんですけれども DAW のことについてはこれから勉強中ということでしたので僕の方でデータをお預かりして作品を仕上げる手順などを少しやってみようかということでミキシングやマスタリングをして新しくリフレッシュさせてみました。大きなポイントはタイミングのズレとかです。画面にありますようにどうしても演奏のズレとかを編集するところができていませんでしたのでこのようにオーディオのクオンタイズというところをまず処理しました。そしてボーカルの方はメロダインとかでピッチの編集ができることもお話ししました。キューベース11を使ってらっしゃるんですがまだバリオーディオを使ったりそういう編集は一切取り組んでなかったのでその辺のところのお話もしました。あとは画面にありますようにトラックスペーサーなどを使って帯域のかぶりをどうやって取るのかとかいうようなこともお話ししました。あとはマスタリングのイコライザー、そしてイメージャーの使い方、音圧を上げること、そして高度なコンプレッサーで仕上げていってリミッター処理をしたり、そしてメーターを見て音圧管理をすること、そういう流れをアドバイスしました。それによってどんな風に作品が変わったかそこらをビフォーアフター形式で見ていただきます。まずは千田さんのご自分でやられた作品を一部分聞いていただきます。信じるものは何もない先の声も遠くで響く それでは最終アドバイスして仕上がった方をもう一度聞いていただきます。花になりたいという作品です。三拍子の作品ですので仕上がりを聞いてみてください。止まることなく
僕は信じるものは何もない先にの声も遠くで響く どうでしたでしょうか。これからミックスやマスタリングを勉強する方の何かの参考になっていただければと思います。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。